はい、皆さんこんにちは、秋田のチャンネルです。本日は、東洋大学の入学式に、来ています。息子のですね、入学式ということで、本校ではなくてですね、こちらの日本武道館の方で開催ということでやってきました。日本武道館の前よく歩くんですけれども、この季節ですね、本当武道館連日入学式なので、イベントやってる感じで、毎回こういう景色が見られてるんですけども、ついに出番が回ってきたかとか、そういう感じで今日は伺っています。多分でも文学部はあっちじゃないですか。はい、続けてください。お願いいたします。武道館へお越しの皆様、左側のご注文をお願いいたします。当たり前ですけど、すごい人数ですよね。入り口はですね、それぞれ学部によって分かれているようで、息子の学部もだいぶちょっと奥の方まで行かなきゃ入り口がないみたいなんで、ずっと回ってる最中ですね。その間もこういった形で、親御さんも来ているので、たくさんの人たちがこう集まっていてですね、よく見るとですね、こういう東洋大ドラ焼きとかも売ってたりとか、なかなか面白い入学式になってますね。はい、入場しました。武道館です。武道館コンサートとかで行ったりするんですけれども、客席がですね、角度がこういう感じであって、後ろの方からでもこう、ステージが見やすいような、そういう作りになってるんで、こういう階にはすごくいいかもしれないですね。ちょっと、2階の真ん中ぐらいかなだったんですけれども、こんな感じで見れたので、全く問題なく内容を見ることができました。入学式自体は2階席が親御さんたちが座っていて、1階席と、アリーナに、新入生が入るようで、今年全員で1学年8000人ぐらいいるらしいんですけれども、それ一度には入れないんで、こういった形で、午前と午後に分かれて、それぞれ、皆さんが入場して入っていくような、あと場所もですね、ここ と、もう一つ赤羽の方だったかな、いう感じで分かれていて、10分前になりましたらこんな感じにびっしりとなって、それでも会場を分けて、時間を分けて行ってるわけで、なかなか大規模な開催になりましたね。開会はですね、こういった感じでステレオで流れてるんで生演奏ではないんですけれども、なかなか派手派手しい感じで始まりましたね。すごくいかにも会という感じでいいかなって思いました。ちょっと見えなかったですね。学長さん、理事長様、いろいろいらっしゃるんですけれども、ちょっと見えませんでした。プロマナク最初の段階で大学歌演奏ということで、これも演奏ですけれども、生演奏ではなくてですね、ステレオですけれども、せっかくの機会なので、ぜひ全曲聴いてみてください。大学歌演奏、大学歌の映像をお見せしますのでお聞きください。Thank you.
着席。そこで問われるのは、人間としてどのような生き方や、一番最初は学長の、式辞になりますね。祝辞ではなくて式辞です。学長様は、女性の方ですね。なかなか、深みのあるお話をいただきました。例年より早く満開を迎えた桜が若々しい緑の葉を輝かせて皆さんをお迎えしている、ここ日本武道館において2019年以来4年ぶりにご家族の皆様をお迎えして入学式を挙行できますこと、大変嬉しく思っております。今年度は学長さんの次が総長の、祝辞ということで、お話をいただいています。2023年度東洋大学および東洋大学大学院の入学式が挙行されるにあたり、一言祝辞を申し述べます。この度将来への希望に満ちた善と優位な皆様方を本学にお迎えすることができ、大変心強い限りであります。私は皆様方がご家族の期待に応え、本学において研鑽を積み、知と徳を高め、国際感覚を磨き、内外の人々から敬愛される人物に成長されることを心から願うものであります。続いてが理事長の祝辞ということになってますね。ちょっと私詳しくないんですけれども、まあ、総長、理事長、学長と、いろいろ呼び名は違うんですけれども、偉い順なんてなってるんだと思うんですけれども、どういう位置づけでどういう差があるのか、その辺がちょっとよく分からなかったんですが、まあ、いずれもありがたいお話ということで、皆さん粛々と聞いておりました。おめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。また皆さんをここまで育ててこられたご両親、ご家族、保護者の方々にもお祝いを申し上げます。皆さんはこの3年間新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で恐怖を感じながら勉学に励み、一方で修学旅行と学校行事の中ミドル級金メダリスト村田亮太さんにメッセージをいただきます。まず私から村田亮太さんの略歴をご紹介いたします。1986年奈良県の出身です。中学時代にボクシングを始めて、高校では主要大会すべてのタイトルを獲得する5冠を達成されました。東洋大学経営学部に進学しボクシング部に所属、卒業後は東洋大学に職員として勤務してボクシング部のコーチを務めながら、2012年ロンドンオリンピックにミドル級日本代表として出場して、日本選手として48年ぶり2人目の金メダルを見事獲得されました。その後2013年にプロに転向した後、世界ボクシング協会のミドル級王座にも輝かれます。村田さんは日本選手として初めてオリンピック金メダルとプロ世界チャンピオンの両方を達成されたボクサーでもあります。そして先日引退を表明され、新たなステージへと歩みを進めています。それでは村田亮太さんです。よろしくお願いします。皆様拍手を持ってお迎えください。はい、お祝いのメッセージということで、ボクシングの元金メダリストですね、プロボクシングの村田亮太さんが来ました。ちょっとびっくりでしたけど、東洋大だったんですね。まあ、全部ではないんですけども一部ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。皆様、そして保護者の皆様、この度はご入学おめでとうございます。こういった席に、こういった舞台に立たせてもらって皆様の前で話をするというのは不思議な感じがします。というのも僕はつい10年前までここの大学の職員としてこの入学式や卒業式というものを取り仕切る立場にいました。いわば裏方の人間でしたので、まさかここに来て話をするとは思っていなかったので非常にこの光景が僕にとっては不思議です。
まあ、今の、略歴を聞いてもらったところ、どうやって生きていけば人生成功するんだろう、世に言う成功の法則みたいなものを知りたくなると思うんですけど、答えから言うとそんなものはありません。ただ失敗っていうのは同じ轍を踏むということはありますので、その僕の失敗の体験をここでは伝えたいと思います。僕はこの大学生の生活というのにやはり後悔が残っています。僕は2004年にこの大学に入学して2008年の3月に卒業するんですけども、2008年というのは北京オリンピックという大会がありました。その北京オリンピックに向けて練習を励んでいたのですが、2006年のアジア大会でオリンピックの金メダリストと試合をしてから、その試合で完膚なきまでやられてしまって、僕はボクシングをすることに完全に自信を失ってしまって、そこから2008年まで本気でボクシングをと取り組むことができなかった。このその結果として2008年の3月のオリンピック予選でアジアの最終予選で負けてしまい、オリンピックに出場できないまま大学生活を終えることとなりました。何に後悔しているのか、出場できなかったことに後悔しているのか、そうじゃないですね。本気でやらなかったことに対して後悔している。ここで教学の役職者の方々の紹介がありましたので、まあ一部ですけども紹介しておきます。こんな感じです。生命科学部教授で専門は脳神経科学です。村田奈々子副学長です。文学部教授で専門は歴史学です。この辺は中学高校と同じような感じで在学生の代表挨拶がありました。この後新入生の卒業挨拶もあります。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。暖かい春の日差しが心地よく感じられる中、本日晴れて入学式を迎えられましたことを在学生一同心より歓迎しお祝い申し上げます。昨年度から新型コロナウイルスの行動制限が緩和され、今年の5月には2類から5類に引き下げられる方針となりました。本学でも感染防止対策徹底のもと、今回数年ぶりに旅行していただき、大学生の挨拶の後に新入生の代表挨拶がありました。ゆったり喋ってますね。こういう人が選ばれるんでしょう。どんな基準でちょっと選ばれてるのかよくわからないですが、いいご挨拶になっていました。在学生代表の方からお祝いや激励のお言葉をいただき誠にありがとうございました。ここで新入生紹介ということで3人の方が出てきましたね。男性2人と女性1人だったんですけれども、いずれもそのスポーツ関係ですね。ボクシングとか確かレスリングとか柔道とかだったんですけれども、まあ、それぞれ皆さん有望な方々なんですけども、文学系とか、まあ、指揮者みたいな感じの人はいないんですね。まあ、さっきの村田亮太さんもそうでしたけど、まあ、全てスポーツ関係で埋められている感じでした。新聞部の富田恵真さん、文学部です。富田さんは愛知産業大学三河高校出身で、令和4年度第1回全日本女子ジュニアボクシング選手権ライトウェルター級で優勝しました。本学ボクシング部は昨年度2度目の日本一に輝き、毎年多くのプロボクサーを輩出しています。
また本日お祝いのメッセージをいただきました村田亮太さんも本学ボクシング部の OB です。富田さんの活躍期待しています。続いて陸上競技部短距離部門の宮尾真人さん法学部です。宮尾さんは洛南高校出身で令和3年のインターハイ三段跳びで優勝しました。また本学陸上競技部 OB には日本人初の9秒台9秒98を記録した桐生義秀さんがいます。宮尾さんの活躍を期待しています。最後はレスリング部の門出直樹さん法学部です。門出さんは滋賀高校出身で令和4年の全国高校生グレコローマンスタイル選手権71キロ級で優勝しました。音楽レスリング部には来年のパリオリンピックへの出場が有力視される選手も所属しています。門出さんのますますの活躍期待しています。この他にも多くのアスリートが音楽に入学しています。今後の活躍にご声援をどうぞよろしくお願いいたします。皆様今一度登壇したトップアスリートの新入生に盛大な拍手をお願いします。はい、こんな感じで閉会となりました。まあ、これで会自体は終わりなんですけれども、まあ、この後が大変でしたね。親御さんと生徒さんがまあ分かれてるんで、まあ、それぞれ外で会わなきゃいけないということで時差退場とか言ってるんですけども、外で結局会わなきゃいけないんですけれども、ただ動線がもう外に出るしかなかったりするんで、その辺が皆さん混乱を生じていて、この人数が外で待ち合わせをするというちょっと大変なことになっていました。混雑中の混雑でしたね。ここだけちょっと難点でしたけども、とてもいい入学式でした。いかがだったでしょうか。またご覧ください。ありがとうございました。